自分の問題なのに皆さんにだけ任せてら、でもここに来るまでにこっちの女神の方々に追いかけ回されて。女神の方々ってお姉ちゃんたち？ああ、まあ事情を知らなきゃそうなるよな。何をしに来たのよ。あなたと話をしに。謝る？はい、私が余計なことをしたせいで、あなたに私のものを押し…うるさい！今さら善人…あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ビビってんじゃないわよ。ママ、しっかりして。はい。だから今さら全部返せっていうの？この力も冗談じゃないわ。あなたはぜ…どうするんですの？別にどっちのもんだろうと関係ねえだろう。ダメですよ、こっちの私は。いい加減にして。すげえな、自分同士で喧嘩なんて。何あれ、何あれ。イストワールさ、でもちっちゃい。黒いイースさん。あれ、悪いイースさんじゃな。どっちもちげえ、クロワールだ、クロワール。ハエムシ、あんたまで。だからハエムシでも。あ、もういいや。私、なんですか。ああ、お前は何もしねえでいいよ。わざわざ持ってきてくれたお前の力だけ。え、持ってきてませんよ。バカ、女神の力があんな簡単になくなるかよ。ましてお前。つうことでちょろっと吸わせてもらうぜ。ああ、ダメ。で、ゆっと、ほら、取れたて新鮮な力だぜ。ねえ、思いっきりね。あとでお仕置き決定ね。そんな。さて、第2ラウンド開始だな。前にも言ったろ、俺は面白ければそれでいいんだよ。じゃ、せいぜいがん。10倍何か関係ないわよ、そんなもの。でも、私が屈服させられん。あ、ものすごい説得力。もうダメだわ、自分を止められない。さあ、女神たち、今度こそまとめて消し飛びなさい。消えないよ。反対に、ママの黒いのピーが消してあげる。あの力が散々私たちを振り回してくれたのよね。さーて、これで最後ですのよ。なんか体がブルブルってする。どうしてあげようかしら。いけない。ジュージュー、ワクワク。いつでも行けるわ。今ね。3ターンかかりますよ。力を。さあ、叶えろ。行くわよ。
力の一部を解放します。お目おろし失礼しました。生意気な光となり消えてください。生意気な。さてどうしてあげようかしら。あなた気に入る。とっておきをお願いしてあげる。せいぜい私を楽しませなさいよ。いつでも行けるわ。先に行くわ。無駄無駄。負けるよ。これを使えばいい。どうして私は。覚悟はよろしいですか。なぜ私が戦わなければ全然聞きません。なぜ私が戦わなければわあ、油断してしまいました。これを私の番ね。まとめて片付けるわ。32式エクスブレイド。全然効きません。なんでなんで私が。こんなはずではなかったのに。レベルアップ。レベルアップ。レベルレベル。あたしのぞ。わーい。やママ大丈夫。気絶しただけよ。このあたし。あ、黒いのが出てきたわよ。だいぶ小さくなったけど。リリリータ、本当になんとかできるんでしょうね。任せて。こんなただの黒い塊ごとき。気なの。まさか今度はプルルンに取り付こうとしてるの。おい、ちょっと待て。もしそうなったら。ただでさえプルルートの上にあの狂った感情まで加わるということに。大変じゃないですか。そんなの。何よ、そんなにまずいこと。それこそゲーム業界が滅亡しかねない。プルルン、まだまだ元気みたい。生意気にも程があるわ。私の中に入ってこようとするなんて。プルルト、しっかりして。何やってんのよ。なんとかできるって言ったでしょ。頑張って。分かってるわよ。でもちょっと。プルル、一人で無理だったら私も。プルルートさん、私もお手伝いします。は？あなたはダメでしょ。そうですよ、あんな力を手にしたらまたレイさんは。大丈夫です。もともとは私の力ですし、それに今の私は仲間ができて皆さんのような女神にも会えた。黒いの消えた。プルルート、ママ。おい。ええ、私は平気。手こずらせてくる。はあ、よかった。これ以上プルルートさんがどうにかなってたりしたら。ああ、でも意識しないうちにほんのちょっと性格が悪くなってたりして。ギアちゃんで試してみていい？プルルートの方は全く変わってないようです。ええ。ママ！何よ！急に笑い出したりして。あんた、やっぱり。あ、いえ、違いますよ。どこもおかしくない。
なってないですから。本当？よかったママ。ごめんなさい、心配をかけて。だったら急に笑い出したりしてんじゃねえよ。心臓に悪いな。すみません、そのすごく素直に受け入れられたから、それが嬉しくて。ああ、最後の見せ場を取られちゃった。すみません、私ってまあいいわ。レイさんすっごく頑張ったもんね。えらいえらい。ママえらい。ありがとうございます。私は納得いかないよ。主人公なのに最後完全に二人に持ってかれちゃってさ。まあ、お姉ちゃんは。そうですよ、私のお姉ちゃんに。そうよ、お姉ちゃんに比べれば。デールさんに比べれば。そんな4人揃って同じようなこと言わなくても。そうよね、こっちの私たちってば完全な引き立て役だったし。いくらなんでも扱いがひどすぎますわ。私が2人並んでの待遇の改善を要求するわ。みんなまで。もう最後の戦いが終わったのに。最初に文句言ったのはお姉ちゃんだけど、ネプテヌが悪い。まあな、あの、大体そうですわ。もともとこちらの世界。ほんとフルルートと二人で好き放題する。もう誰。私は聞いてましたよ。ママ、なんか向こうのお姉ちゃんたちもこっちと全然変わんないね。楽しそう。まあもうこの話おしまい。早く帰って一緒に世界を救ってきたぜ。あ、逃がしませんわよ。まだ話は終わってませんわ。そうよ。待って、お姉ちゃんじゃなくて、その私もう少しお話ししたいんですけど。ママ帰るまで競争。よーいと。私まだ足がフラフラしてて。私たちはゆっくり行きましょうか。うん、ねえねえ、そうで、ほら、ブルル、ネプギア、ぼやぼやしてると置いてっちゃうからね。待って、もうお姉ちゃんに置いてかれるのは嫌だよ。ああ、終わっちまったな。さて、次はどこで、どんなこと。私はまだ大丈夫ですよ。